踊り場の子供。三年ほど前の話です。私は地方の総合病院で看護師をしていました。純夜勤で消灯の準備をしていた時のことです。消灯の前には病室だけではなく病棟全体を見回る決まりでした。 病棟全体といっても、見て回るのは小さい面談室やエレベーターホール、談話室、当直室、非常階段ぐらいで、見回っても異常があったことはありませんでした。わざわざ見回りする必要なんかあるのかな、といつも思っていたくらいです。 でも、一応決まりなので、その日もささっと見回りに行きました。非常階段を見ていると、下の階との間にある踊り場で、子供がこちらに背を向けて立っているのに気がつきました。おそらく3歳ぐらいの痩せた子供が、パジャマを着て、点滴台に捕まっていたんです。 点滴台には点滴袋がぶら下がっていて、シリンジポンプもついていたことを覚えています。その非常階段は人があまり通ることはないので驚きました。しかも窓もないただの壁を向いて黙って立っている。でもその時は別に怖くはなくて、 もうすぐ消灯なのに何やってるんだろうと思って階段の上から声をかけました。どうしたのもう消灯になるよ声をかけても何も反応はありません。もしかして迷子脱走一緒に小児科まで連れて行くべきと、いろいろ。 考えを巡らせました。お部屋わかる早く戻らないと。と続けて声をかけたとき、ナース PHS が鳴りました。私が働いていた病院では、看護師は一人一台 PHS を持つことになっていたんです。先輩から力を貸してくれとのコールだったので、 その子を小児科まで連れて行くのは断念して、早くお部屋に帰るんだよ、と声をかけて、その場を離れました。そして、あれこれ消灯前の雑務をこなし、ようやく消灯して、ナースステーションで一息ついたとき、非常階段のあの子のことを思い出しました。 あの子はちゃんと部屋に戻っただろうか。ちょっと非常階段を見てきます。と他の看護師に言うと、なんでと聞かれたので子供のことを話しました。すると先輩が、やめときなよ。と言いました。だってその子、一人で点滴台を持ち上げて、 階段登れるような子だったの言われてはっとしました。無理だ。三歳ぐらいの身長でガリガリに痩せた子供。点滴台を押して歩くことはできても、持ち上げて階段を踊り場まで上がるなんてできっこない。しかも機械までついていた重い点滴台。 先輩は黙り込んだ私に。もしかしたら本当は親と一緒で点滴台を持ってもらったのかもね。だったら近くに保護者がいたってことだから行く必要はないよ。もしそうでなかったとしたらなおさら行かないでおいた方がいいでしょう。とことも投げに言いました。親が近くにいた それならどんなにいいだろう。でもきっとありえない。消灯直前に3歳ぐらいの子供をわざわざ階段の踊り場へ連れてきて、そばを離れる親がいるだろうか。しかもよく考えると小児科病棟は私の病棟から4階も下にある。パソコンで 小児科の入院患者を見ました。その日は連休前だったので、外泊患者が多く、小児科病棟は空きベッドが目立っていました。外泊をしてない2歳から5歳の患者は数人しかいませんでした。個室に入っていて、人工呼吸器がついている寝たきりの子、 車椅子の子。二時間ほど前、手術が終わったばかりの子。あの子らしき患者はいない。じゃあ、あの子はやっぱり、まさか。そう考えていたとき、先輩が私のパソコンを覗き込んで、もうやめなよ。と言うと、にやりと笑いました。 これくらい慣れなきゃ、私は亡くなった患者にピアス取られたこともあるんだから。先輩はショートボブの髪に隠れがちだった耳を見せてくれました。耳たぶの斜め上のところには、一旦避けてくっついたようなケロイドに似た盛り上がった傷跡がありました。先輩が、 かつて亡くなった患者に死に装束を着せておしろいを塗っていたとき、ふと後ろを振り返ったと同時に耳に激痛が走ったそうです。耳が下げている。ピアスがない。あちこち探すと、ピアスは亡くなった患者が胸の前で重ねた手と手の間にあったそうです。 団地の少女子供の頃の話当事者ではなく傍観者の話です当時は新興住宅地が各地に建設されていて私もそこに住んでいましたその地区の外れに大きな団地がありまして学校が終わるとよく友達と その団地の前にある広場で集合したものです。ある日、いつものメンバーの中に、ケイ君がいませんでした。必ずと言っていいほど毎日来て、結構リーダー的な存在のケイ君がいないのが、なんだかすごく不思議で、なんで今日ケイ君いないのと友達に聞いてみましたが、 皆わからないようでした。確かに学校には来ていたのですが、その翌日もケイ君は広場に来なかったので、学校で直接彼に聞いてみました。すると、今親に外に遊びに行くのを止められてるんだ、というのです。 どういうことかと問いただすと、以下、彼の話です。ケイ君が遊びに来なくなった前日、みんなが帰った後、いつもは見ない女の子が残っていたそうです。彼は、団地の子だろう、と思ったのですが、その女の子がケイ君に、こっち、面白いのがあるよ。 ついてきて、と言ったのだそうです。スケベ根性があったのか、ケイ君は怪しむこともなくついて行ったのが、その団地のある部屋だったそうです。確かにその日、みんなと解散した後、ケイ君がふらふらと団地へ行くのを私は目撃していました。 何やってんのかな、K 君。と思っていたのですが、空腹に負けて、そのことは気にしていませんでした。ただ、K 君が見たという女の子は、私は見た記憶はありません。そして、K 君は団地に入ってからの記憶が飛んで、十数キロ離れた神社の森にいたそうです。 運よく月誌も近い頃で夕方でも明るかったため、彼は混乱するも近くの交番まで行って、親に迎えに来てもらったそうです。親は誘拐ではないかと思っていたようで、K 君はしばらくの間外出禁止となったとのこと。その後、中学校で K 君とは別々となって、 音信不通だったのですが、高校の頃、駅でふと見かけたケイ君は、かなりやつれていて、別人のようになっていたのを覚えています。それでつい最近、実家に帰って、当時の区長をやっていた人と話すことがあったのですが、驚きの話を聞くことができました。 新興住宅地の開発が進んでいた当時、かなり奇妙なことが起こって、K くんが遭遇したような事件も、自分が把握しているだけで5件ぐらいあった。しかも、そのうちの一人は、今でも見つかっていないのだとか。そういえば、K くんのことがあってから、学校では、 誘拐事件もあるから早く帰りなさいという注意がよく行われるようになったと思いますが、あまり注意力のない子供だったので、ほとんど気にしていませんでした。実家に帰ったついでにその団地へ行ってみましたが、すでに取り壊されており、だだっ広い駐車場になっていました。 そこで、例の神社にも行ってみました。特に怪しい雰囲気はないんですが、ただ、神社の森の中に子供サイズの小さな草履が落ちていたんです。そして、帰り際、駐車場に停めておいた車の上に、やけに葉っぱが乗っていました。 ただの偶然だとは思いますが、それがなんとなく不気味でした。訪問者。何年か前の夏のこと。僕が学生の頃住んでいたのは、東側と北側に道路がある十字路の角地で、南向きに立っているアパートだった。 二階建ての八世帯あるアパートで、東の道路側、一階の端の部屋に住んでいた。周りは民家よりも畑が多くて、数年前から建て売りがぽつぽつ立ち始めたような郊外だった。ある夜、しょっちゅう僕の家に来る友人と二人で、いつものように飲んでいると、 ピンポーンとインターホンが鳴った。まだ午後10時ぐらいだったので、他の奴が遊びに来たんだと思って、確かめもせずドアを開けた。すると3歳ぐらいの女の子が立っている。こんな時間に子供が何だろうとりあえずどうしたのと聞くと、 女の子は泣いていて何を言っているのかわからない。すると奥から友人も来て二人で子供の名前を聞いた。名前なんていうの桜井、亜美。亜美ちゃんって言うのいくつお家はどこ子供と接するのが苦手な僕に代わって、 友人があれこれと優しく聞いてくれた。しかし、子供相手では容量を得ず、二人で、どうする警察電話するそんな感じで玄関先で数分やっていたら、急にその子が十字路の方へ走っていった。あらと思って見ると、十字路のところに、 お母さんらしき女の人がいた。女の子と手をつなぐと、お母さんは、こっちを振り向きながら、頭を下げて行ってしまった。僕は友人と、こんな時間に変なの、とか、人騒がせだよな、とか言い合って、飲みの続きを開始した。しばらくすると友人が、 あらさっきの変じゃね何があの親の顔見えたいやあんまり。でもあそこの十字路の街灯って結構明るいよな。普通だったら服装とか顔立ちとか僕の部屋の玄関からならはっきりとわかるはず。北に玄関があって駐車場。 その角の十字路の街灯だから、玄関先からあの十字路まで十メートルもない。なのに、僕と友人の記憶では、あのお母さんは黒いフィルターがかかったようなぼんやりした印象で、顔は愚か、服装すらわからなかった。するとまた友人が、お前んちのインターホン、 あの女の子の身長で届くかしかもあの子、こんな暑いのに、やけに厚手の長袖の服着てなかったここで二人して怖くなった。僕の借りていた部屋のインターホンは、普通よりもなぜか高い位置についていた。背の高い友人が、 かがまなくて便利だ、と言うほどの位置だった。季節は夏。何日かして夕方帰宅した時、郵便受けに広報を入れに来たアパートの大家のおじさんに会った。あの日のことが気にかかっておじさんに、この辺に桜井さんっていうお宅ありますかと聞いてみた。 すると、おじさんは、この辺にそんな人はおらんと思うよ。あ、七八年ぐらい前にそこに家があって、そこの人が桜井さんだったよ。借金かなんかで一家侵入して、五六年前取り壊したんだ。小さい子がいたのに、かわいそうだったなと言った。そして、 王屋のおじさんが指さしたところがあの十字路のカードだった。僕の住むアパートとちょうど斜めの位置になる草の茂った空き地だった。このことを友人に伝えると地元出身のやつにも聞いてみようということになって違う学部の地元のやつに聞いてみると僕のアパートのあたりで 一家心中があったのを覚えていた。もしかして地元で有名な話なのかと思って、友人と市の図書館で新聞を調べたら、本当にその記事が載っていた。女の子の名字も名前も一致していた。あの日、僕の部屋を訪ねたのはなぜ 今となっては忘れられない学生時代の思い出。だけどあの日以来何があっても借金の保証人にはならないと誓った。どうかしましたこれは私が2年前の冬体験した出来事。当時の私は 父の営む清掃業の手伝いをしていました。ある夜、父が私に、あまり進められないが、一緒に清掃してもらいたい部屋があるんだ。手伝ってくれるかというのです。なぜかと聞くと、父はこう言いました。実はあのアパートの一階の部屋で、 二三ヶ月前から換気扇が回りっぱなしで、部屋から嫌な匂いがすると苦情があったんで、大屋さんと一緒に部屋に入ったら、その部屋の人、結構中年の男性らしいんだけど、トイレで座ったまま亡くなっててな。それで大屋さんが連絡して、警察に来てもらったんだけど、かなり日数が経ってて、 遺体が便器から抜けなくて大変だったみたいだ。それを聞いた私は、さすがにその部屋の清掃はやめておくよと断りました。すると父は、実は俺も一人だとなんか気持ち悪いんだよな。一緒に行かないか何も出やしないよ。そうこう言い合っているうち、 父の推しに負けて、結局、いやいや行くことになりました。時刻は午後10時半。結構な時間だと思い、作業着に着替えるため、実家の事務所から自転車で約20分の場所にある私の住んでいるアパートまで一度帰りました。着替えが終わり、準備も終えて、 もう後には引けないと思い、玄関で靴を履いているところ、急に電話が鳴り出しました。出てみると、実家の母でした。内容は、夜中に面白半分でそういう場所へ行くな、とのことでした。父にも同じように忠告をしたようなんですが、どうやら父には、 大丈夫、何も出ない出ない、と軽くあしらわれたようです。私自身も決して面白半分で行くつもりではなかったですが、掃除に行くだけだから何か出るとかは絶対ないよ、と軽い気持ちで電話を切って家を出ました。時計を見ると午後11時を過ぎていたので、 少し急ぐかと思って自転車を飛ばしていると赤信号になったので止まっていろいろと考えていましたトイレで亡くなるなんて嫌な死に方だな苦しんだのかな身内はいなかったのかな誰か助けを呼べなかったのかななどと考えているうち 信号が青に変わりました。まあいいか。その人は亡くなり方は悪かったけど、父さんも言うように人はいつか死ぬんだ。自分はただ部屋の掃除へ行くだけなんだ。さあ急ごう。と自転車を漕ぎ始めたその直後。どうかしましたえ 一瞬、全身が凍りつきました。確かにその時、左の耳元で声が聞こえたんです。どうかしました直感で、あの部屋で亡くなった人だと思いました。しかし、幽霊を見たことのない私には、まだ信じられず、その時、厚めのダウンコートを着ていたので、 父か誰かがいたずらでコートの中に何かスピーカーのようなものを入れたんだろうと自転車を必死でこぎながらダウンの左肩の部分を懸命に調べました。何もない。すぐさま急ブレーキをかけて私は後ろを振り返りました。声が聞こえた場所はちょうど 神社を越えた隣のブロック塀のあたりでした。しかし、まだ耳元で囁くように言われたあの声の生暖かくて寒気のする感じがはっきりと残っているんです。とりあえず全力疾走で自転車を塀のところまでこいで、誰かいたずらで脅かしただけでしょ頼む、誰かいてくれ。 そう思いながら塀を覗き込むと、誰もいない。全身から冷や汗が出てきました。すぐに自転車へ飛び乗って、父のところまでひたすら走りました。その時、左肩が妙に重く、あの声が耳にはっきりと残っていたのは、今でも忘れられません。 どうかしましたハンドルを握る手にも異常なほど汗をかいて気分が悪くなり早くついてくれとそれだけを考えていました。やっと実家について母そして父にもそのことをすべて話しました。さすがの父も今日はやめておくか。 と言いました。私はなぜか本当に気分が悪くて、冷や汗も止まらず、吐き気までしてきました。その夜は父に車で送ってもらい、自分の家へと帰ったのですが、もうこんな体験はこりごりです。願わざる同居人。 これは新しく住み出した家での出来事です。そこは建売りの家でした。二階建てで二階には部屋が二つあって、一つは弟、もう一つは私が使用していました。引っ越して一週間ほどした頃でしょうか。夜中の十二時、一時、二時と、 一時間おきに弟の部屋から、ザーザーと、まるで小豆をザルに入れて左右に移動させる音がするのです。朝起きてから、どうして昨日変なことしてたの小豆みたいな音がうるさくて眠れなかったよ。と弟に言うと、え、何のこと 何もしてないけど。その答えに、私の気のせいだったのかな、と思うようにしました。しかし、その日の夜も、やはり同じように、12時、1時、2時になると、あの音が聞こえてきました。結局、それから毎晩のように聞こえるようになりました。 いつしか私はその音が恐ろしくて眠れなくなってしまいました。奇妙なのがその音が聞こえるのは私だけなんです。両親にその話をすると、この子は狐か狸の霊がついていて変になってるに違いない。などと私を変な人呼ばわりするだけで信じてもらえませんでした。 毎日聞こえる小豆の音に、ゲゲゲのキタロの小豆ババアが住んでるんじゃないか、と、一人で本気で思っていました。それから一ヶ月くらいした頃でしょうか、母親が朝私に、やっぱり何かいるようだというのです。どうしたのかと聞いてみると、 昨夜弟がトイレに降りてきたのに、二人分の足音が聞こえたというのです。兄弟で一緒にトイレへ降りてきたのかな、と見てみると、来たのは弟一人だけ。さらに今度は数時間後に誰かが降りてくる足音はするものの、誰もいなかったというのです。やっと、 私の言うことを信じ始めていた母親に、私は最近よく見る夢の話を打ち明けました。実は私は小豆の音が聞こえた頃から、夢に同じ女性が出てきていたのです。ただ、また変な人呼ばわりされるのが嫌で、これまでは話せずにいました。その女性の特徴を聞いた母親は、 何やら青ざめた表情になりました。そして一言。その女性、私の夢にも出てきたわ。私と母は相談した結果、家をお払いしてもらうことにしました。有名だと言われている方に家を見ていただいたところ、ここには昔お墓があったのですが、 それが池となって、さらにその池を埋め立てられて、この家が建ったとのこと。ここら一体がそういう土地だったということで、なぜ我が家だけ出るのかと思いましたが、ひょっとしたら近所の家は気がついてないだけなのかもしれません。何しろこの家でも怖い思いをしたのは、母と私だけでしたから、 幸いなことに、お祓いをしてからは、小豆の音や女性の夢は見聞きしなくなりました。それでもまた何か起きたらどうしよう、という不安は、私も母も頭の片隅には残っています。知らない亡霊。夜中、大阪北部にある、 割と有名な滝へ行った。山奥の緩いカーブの途中にある駐車場で車を止めて、100メートルほど歩いた先に滝へ降りる階段がある。友達5人と伸びた草や木の枝を避けながら階段を降りていく途中で、後ろから改造車の排気音が近づいてくるのが分かった。 この山は夜になると、いわゆる走り屋たちの集まる場所だった。最後尾から階段を降りていた自分は、不意にいたずらしてやろうと思って引き返した。ガードレールと追い茂った草に邪魔されて、夜間に車の中からでは、どこが階段の降り口なのかはわからないだろう。自分は、 路面とほぼ同じ高さから顔だけが出るように体の位置を調節してガードレールのすぐ脇の草の間から顔だけ出しながら近づいてくる走り屋たちを待っていたすぐに駐車場前のカーブをかなりのスピードで近づいてくるヘッドライトの明かりが見えた いつでもガードレールに隠れられるよう準備しながら、よくある心霊写真のようなイメージで、それっぽい表情を作ってみた。眩しくて目を閉じそうになるのを必死でこらえていると、走り屋が目の前を通過した直後、フルブレーキングして停車した。きっとドライバーは自分の顔に気がついて驚いたに違いないと、 一人越に入りながら先に降りていた友人たちの後を追いかけた。それから二十分ぐらい経って駐車場へ戻ると、さっきの走り屋のシビックが自分たちの車の近くに駐車していた。地面に座って話しているシビックの二人の会話が聞こえてくる。自分たちも 自販機で買ったコーヒーを飲みながら話していたんだが、シビックの二人の会話が気になって仕方ない自分は、笑いをこらえながら、こっそりと聞き耳を立てていた。二人の会話は、おおよそこんな内容だった。ガードレールの下、顔があったよな。うん、十人以上いた。 赤い顔のやつ気持ち悪かったな。合わせ鏡の女2008年にマンションに住んでから不思議なことばかりが起こる。こういうのはやっぱり大家さんに相談した方がいいのでしょうか。とりあえずアパートの特徴は 家賃が3万3000円とやたら安いのに、なぜか住人がコロコロとよく入れ替わっている。しかも家具備え付きで入居した時はラッキーとしか思ってなかったが、もしも幽霊とかが存在するのなら、あの時ロビーと廊下付近の違和感に危機感を持つべきだったのかもしれない。 当時は、霊的なものとか、自分とは全く無関係な世界の話、という程度の認識しかなかったんだ。はじめそのアパートの部屋に入った時、ロビーと廊下の中間地点あたりに何か違和感を覚えた。まあ、部屋自体は良いものっぽいから、気にするほどでもないだろうと思っていた。 はじめに異変が起こったのは、置き時計の故障だった。時計なんてよく壊れるものだろうと思ったが、何かおかしい。どれもこれも数日でガタついたり、時間が狂っていたりする。しかも、アラームをセットしてないのに、いきなりジリリリリーと一瞬だけ鳴ったりした時もあった。 時計がよく壊れるので7つぐらい買ったが現在残っているのは結局2つだけになってしまった。だが時計だけで済めばまだ気にもしなかったと思う。時計の他にもアパートに住み始めてなんだか体が重い。朝目が覚めない。寝つきが悪い。頭痛や めまいや吐き気がする。これはやばいと思って病院へ行っても、不眠症ですね。うつ病かもしれません。睡眠時無呼吸症候群かな。などと言われて、病院で頭を検査してもらったこともあったが、特に異常は見られません。という答えだった。 この原因不明の病気は病院を5つぐらい回ってやっと分かった。結局、睡眠走行対症候群と診断された。めまいとかが激しくなった頃から目の端にセミロングで前髪を黒いピンで留めている女性が鏡の前で時々見かけるようになった。 ちなみにその鏡というのは、ロビーと廊下の中間地点にあって、結構大きくて、ドアを開けるとあちこちの部屋と合わせ鏡になったりする。しかしそれでもあまり幽霊とか信じてなかった僕は、どうせ疲れが溜まってるだけだ、としか考えてなかった。でも最近は、ちょっと待て。 ちょっとおかしくないかと思えてきた。パソコンの設定が変わっていたり、よくブルースクリーンが出てきたりして、僕はパソコンに詳しくないから父親に見てもらったら、これ一年半前に買ったやつだよな。使用時間が一万時間超えてるぞ。おかしいな。と言われた。 僕にはそんなにパソコンを使う時間はない。また深夜目覚めたり、朝目が覚めるとき、よく悲しばりにあったりする。睡眠走行対症候群と診断されても、やっぱり睡眠薬とか精神的に来る薬を処方してもらっている。だけどやっぱり、 この金縛りも薬のせいだろうな、などと考えたりしていた。ある朝、いつものようにだるくて、また金縛りかと思っていたら、起きなさい。起きなさい。起きなさい。と、確かに声が頭に響いた。耳から聞こえるんじゃなく、 直接頭で聞こえる感じだった。幻覚だけなら気にしなかったけど、幻聴か、勘弁してくれ。とか思えてきて、さすがにこれは大家さんに相談するべきか迷っている。現在進行形で、オチとかがなくて申し訳ない。とりあえず大家さんに、 前住んでた人どんな人でしたかと聞いてみる予定。でも、セミロングの黒髪の女性ですよ。とか言われたらどうしよう。このドア開けてくれよ。これは私が大学に入学して一人暮らしをした時に遭遇した出来事です。 当時住んでいたアパートは、単身者向けの部屋が並んだ、2階建てのよくある作りをした学生向け賃貸アパートでした。築年数は古め。正直言うと、不動産屋の案内時からあまり良い印象はなかったんですが、部屋を探した時期が遅く、入学まで時間がなかったこともあって、 内見に付き添ってくれた父と相談しながら仕方なくその物件に決めました。私が入居したのは2階の道路に面した角部屋でした。部屋を決めてからは慌ただしく引っ越しを済ませすぐに入学式。しばらくは慣れない大学と都会での一人暮らしで 精一杯になりましたが、引っ越しから一ヶ月も経つと、生活に余裕も生まれてきます。ある日、自転車で帰宅して、敷地の裏から教養廊下へ戻った時でした。ドン突然、廊下の端にあった部屋から大きな音が聞こえました。 一階の道路とは逆側にある、私の部屋から正反対に位置する部屋です。なんだろうと思ってその部屋に近づくと、今度は内側から全力でドアに体当たりでもしているかのような音が、ドンドンドンと連続して響き渡り、ドアノブがガチャガチャと乱暴に動きました。 何してるんだろうと不審に思いながら私が眺めていると部屋の中から人の声が聞こえてきました。誰かそこにいるんだろう部屋のドアが開かないんだ。外からドアを開けてくれよ。焦った感じでイラついている低い男の人の声が聞こえました。 今考えれば放っておけばよかったのですが、私はつい声をかけてしまいました。どうしたんですか部屋のドアが開かないんだ。そっちからどうにかできないかどうにかと言われても。そう言われてドアを見渡しましたが。 特にドアが開くのを邪魔しているような異常は見つかりません。ドアノブも普通で、そもそも内側からドアが開かないというのもおかしな話です。あの、こちらには特におかしなことはありませんよ。そんなはずはないドアが開かないんだドアを開けてくれよ 男はドアノブをガチャガチャと揺すり、会話の最中にも扉をバンバンと叩いています。実は私はこの部屋に誰も住んでないことを知っていました。アパートを紹介された時、不動産屋にどの部屋が空いているのか聞くと、この部屋が空き室だったんです。 位置的に悪いのか薄暗い印象がありましたから、この部屋は嫌だなと思っていたので覚えていたんですよね。それについさっき敷地の裏を通った際、窓から部屋の中が空だったことを実際この目で見ていました。カーテンがない窓からは室内が丸見え、 家具一つない空き部屋で、出入りを妨げるようなものなど、何もありませんでした。おい、開けてくれよ。そこにいるんだろなあ、このドア開けてくれよ。その後も続く声と、ドアを叩き続ける音に宗けだった私は、その場から逃げ出しました。自室に戻る気すら起きず、 その日は二十四時間営業のファミレスで用を明かしました。結局父親に無理を言って引っ越し費用を出してもらった私は、入居からわずか二ヶ月でそのアパートを引き払うことにしたのです。あの部屋の中にいたのは何だったのでしょうか。泥棒が 空き室に侵入なんてしませんよね。あの時、扉を開けたら私はどうなっていたのか。もしかしたら何か言われのある部屋だったのかもしれませんが、今さら調べる勇気もありません。別にいいんです。知りたくもないし、関わりたくもありませんから。 赤真似。結構前の話。その日はいつものように仕事が終わって夕方6時ぐらい家に帰ってきた。いつものように居間に入るとそこでお袋が部屋の電気もつけず耳を塞いで暗い部屋の中でうずくまっていた。かなり驚いた。 こんな様子のお袋を見るのは初めてだったので、何かがあったんだと焦って、お袋のそばに駆け寄って声をかけた。おい、何かあったのどうしたんだよ部屋の明かりもつけないで。お袋はいきなり声をかけられて、かなりびっくりした様子だったけど、僕の顔を見て安心したのか。 なんだあんたか。びっくりさせないでよ。と言った。暗い部屋の中で電気もつけず、耳を塞いでうずくまっていた人間の言うことかなんてちょっと呆れかけていたんだけど、この後おふくろが妙なことを聞いてきた。っていうかあんた、どっから家に上がってきたの どこからってそりゃ玄関からに決まってんだろっていうかどこから帰ってきたと思ったんだ僕がそう言った瞬間、その玄関から、コンコンと、ガラスをノックする音が聞こえてきた。ん誰か来たかな僕は誰が来たのか確認しようと、玄関の方を覗こうとしたんだけど、 おふくろが焦った様子で止めてきた。また来た。さっきのあれだ、絶対。さっきのあれ僕は何のことだかさっぱりわからなかったけど、帰ってきたときのおふくろの様子と、さっきのあれだという言葉は関連していると思った。なあ 帰ってきたときすごい様子おかしかったけど、そのさっきのあれってやつが原因なのこの問いかけにお袋は黙ってうなずき。あれがね、ずっと玄関をノックしてるの。あんたが帰ってくる少し前から。お母さんそれが怖くて怖くてたまんなかったの。だからずっと耳を塞いで、それがいなくなるのを待ってたんだけど。 そうしてるうちあんたが帰ってきたのよ、玄関から。お袋の顔は真っ青だった。ちょっと尋常ではないなと思った。あれってなんだ見たんだろお袋は頭を下に背けている。思い出したくもないという様子だった。この間もまだ玄関から、コンコン。 というノックの音は続いている。このままでは拉致が開かないと思って。ちょっと見てくるよ。さっきのあれとは違うかもしれないし。宅配とか近所の人だったら困るでしょそう僕が言うとお袋は。ダメだって行かない方がいい絶対後悔するからと言って、掴んだ腕を離してくれない。 大丈夫だって、なんかやばいもんだったら玄関開けたりしないし、ただ見てくるだけ。お袋が掴んでいる腕を強引に振り払って、僕は玄関へ向かった。うちの玄関は曇りガラスが張ってある引き戸なので、玄関を開けなくても、外にどんな奴がいるのかはある程度わかる。 僕は玄関まで行って、そのノックしてる奴がどういった奴なのか、その曇りガラス越しに見た。多分お袋も来客だと思って玄関まで行って、これを見たんだろう。玄関に立つ赤い人影を。最初見たときは、そんなに違和感とか、 変なものという感じはしなかった。なぜなら、ただの人影だったからだ。背丈は多分小学生とかそれくらい、赤いってことを除けば。だから、ただの来客だと思って、玄関を開けようと、ほんと、ガラス一枚のところまで近づいてみた。その時、ノックをする手が、 ガラス越しによく見えた。真っ赤な人の手。本当に真っ赤だった。赤い手袋とかではなく、真っ赤な素手。この時、あ、これ人じゃないんだ。と、やっと気づいた。ただ、もう気づいた時は遅かったんだ。だって、

玄関のガラスが割れるんじゃないかというぐらいの勢いで叩き続けている。すぐ逃げ出したかったんだけど、怖くて動けなかった。真っ赤な人影がものすごい勢いで玄関を叩いているんだ。あれには本当にビビって足がすくんでしまった。だけどずっとその場所にはいられない。 だから何とか気を張ってその場から離れようとした。ただこういう時って不思議と走ることはできないんだと思った。すでに気づかれているんだけど、これ以上相手に気づかれないようにという考えが働くからなんだろうけど、僕はゆっくりゆっくりと後ろへ下がっていったんだ。 すると、その赤い人影に、ちょっとした変化があった。最初見た時とは違って、なんだか背が高くなっているような気がする。だけど、ノックをする腕は、さっきの位置とは変わってない。背が高くなっているんじゃなかった。頭が伸びていたんだ。 首が伸びているのではなく、本当に頭だけが上に向かって伸びていっている。そんな感じだった。そして、その伸びた頭は、徐々に玄関の上にある小さな窓へ近づいていってるんだけど、この小窓が運が悪いことに、明かりを入れるための窓なものだから、曇りガラスではないんだ。 だから、その小窓に近づいているのが分かった段階で、その赤い人影から目をそらすべきだったんだ。だけど、目がそらせなかった。怖くて逆に目をそらせなかった。そして見てしまったんだ。真っ赤な人影の頭を。多分。 小学校低学年ぐらいの子供だと思う。真っ赤な顔で髪の毛と眉毛はなかった。印象的だったのはだらりと開けられた真っ黒な口とカッと見開かれた両目。その目でギョロギョロと家の中を見ていたんだ。それを見たらもう限界だった。思いっきり絶叫して、 駆け出して、今に逃げ込んで、お袋と一緒に耳を塞いで、ガタガタ震えていた。どれだけの時間そうしていたかわからない。いきなり、おい、どうしたと、肩をつかまれて起こされた。仕事から帰ってきた親父だった。親父かよ、もうビビらせんなよ。何がビビらせんなだ びっくりしたのはこっちだ。どうした二人して電気もつけず部屋の中で。いきなり声をかけられてびっくりはしたが、正直、親父の顔を見てすごく安心した。それから思わず聞いてしまった。親父、一体どこから家に上がってきたんだ こういった体験だったんだけど、これは数年前の話。最近になって、新耳袋とかでも似たような話が載ってたんだけど、こいつは全国的に出没してるのかな実家の井戸東京のとある土地に、母方のばあちゃんの実家がある。 ばあちゃんの実家には僕の母の弟にあたる人、つまりおじが息子と娘と一緒に住んでいる。うちはその一部の土地を借りて家を建てた。ばあちゃんちの隣に僕の家は佇んでいる。ばあちゃんの家は建て直した状態だったが、以前は木造で、 なかなか雰囲気のある家だった。家の周りは木がうっそうと茂っていて、糸が二つあった。片方は深さ一メートルくらいの石でできた容器のようなもの。これは井戸とは言わないか。でももう片方が年代物で、深さも相当なものだった。 僕の家の正面にあって、今では蓋がしてあるが、昔は地下水を汲んでいたようで、蓋の上にポンプのようなものが今でも残っている。僕が生まれた頃にはもう使用されていなかったが、蓋の一部が欠けていて、中に石を落としては水の音を楽しんだものだった。 形は井戸らしく円形で今思い出すと結構怖かったりする。僕は小学生の頃ちょっとした無遊病があった。いつの間にかソファーで寝ていたりして親に叱られたこともあった。そんな小学5年生の時の真夏の夜、僕はいつものように布団に潜った。 ふと意識が半置きのような状態になって、布団がないことに気がついた。また無誘病かしかしその日はいつもと感じが違った。夏なのになんだかひんやりする。ふと目を開けると星空が見える。まだ寝ぼけているのか 手探りで周りを探っていると、硬いものに手が当たった。隣には井戸があった。僕は家の外にある井戸の横で寝ていたのだ。途端に目が覚めて、急いで家の中へ入ろうとした。でもドアが開かない、鍵がかかっている。僕はどうやって外へ出たんだ 勝手口と縁側のドアからも入ろうとしたが、どこも開いてない。後ろで水の音が聞こえた。泣くしかなかった。とにかく怖くて、早く中へ入りたかったが、ドアが開かない。何度も呼び鈴を押し続けた。パッシャ、パッシャ。どれくらい時間が経っただろう。 ついにはドアが開いて中へ入ることができた。母ちゃんがいてくれて僕はすぐ布団に潜り込んだ。朝目が覚めるとそれはいつもの朝だった。弟がいて、親父がいて、母ちゃんがいて。母ちゃんにお礼を言おうと思って話しかけたが覚えてないという。 あれは夢だったのかな嫌なことは早く忘れようと思って、僕は二度寝をするためベッドへ戻った。その時、僕の体から血の毛が引いていくのが分かった。ベッドの上には芝生の芝や砂や小石などが落ちていた。僕はやっぱり外へ出たのかな 実家に帰って家の前に佇む井戸を見るたび思い出していた。小学生の頃の不思議な体験。月日は巡って、現在。両親は今海外に行っているため、僕の実家は空き家状態だ。なので去年の年末は久々にばあちゃんの実家でお世話になったんだが、 その時自分自身納得できる答えが出た。久しぶりにいとこと話をしていたんだけど、そのうち家の話になった。同じ土地で年の同じ子供が生まれると弱い方が負けて死んでしまう。うちの父親が 母方のおじいちゃんから土地を借りて家を建てるとき、ある霊能者から聞いた言葉だそうだ。弱いというのは何が弱いのかまではわからないが、僕は霊感はないし、そういう話は全く信じない性格だった。だけど、このとき初めてゾクッと来た。 僕には妹がいた。そして母方のばあちゃんと一緒に住んでいるおじさん。そのおじさんには僕の妹と同い年の女の子が生まれていた。僕が小学3年生ぐらいの頃、妹は小さい方の井戸に頭から落ちて亡くなった。まだ2歳ぐらいだった。 なぜ井戸に行ったのか、細かい事情は親から知らされてない。その時、普段の霊能者が、ほら、言った通りだ、と言ったそうだ。僕がその場にいたら、殴っていたと思う。正直、妹の死はただの偶然だと思っているが、その小さい方の井戸は、 今は後形もない。で、いとことの話の続き。いとこ兄弟の知り合いで霊感の強い人が遊びに来ることになったそうだ。だけどその土地に入るや否や、僕の家の方を見て、こう言ったらしい。井戸の周りで2歳ぐらいの女の子が遊んでるね。 もちろんその知り合いは僕の家の事情は知らない。そしてその女の子の幽霊には悪意や敵意、恨みといったものはなく完全に無害な存在だそうだ。ただ楽しく遊んでいるだけだと。かつて井戸の周りでは兄弟仲良く遊んだものだった。 もちろん妹も一緒に。僕があの夜体験した出来事。あれは妹が寂しくて僕を呼んだんじゃないのか。ただの夢だったかもしれない。でも妹のことは今でも思い出す。なんで守ってやれなかったのかと。だから僕は、 霊感がなくてもそう思っておきたい。今、じいちゃんの具合が悪くて、今年持たないかもしれない。そうすると、相続税やら何やらで土地の大半がなくなりそうなんだ。でも、この井戸だけは、見ることはできないが、今でも妹が遊んでいるこの井戸だけは、 ずっと守っていきたいと思った。